here. Keep up. Yeah. No. What brings you two here? Huh? You're here having coffee? Aren't you supposed to be a contestant? Is there really any need for me to take part while everyone's running around like it's some sort of carnival? Don't worry. I'll get involved once things actually get serious. Please lead the Swiftflies back here. I'm really counting on you. Let's wait here. Seems my age is catching up with me. These all look great, but they're more expensive than I expected. Goods are more expensive here than in Aru Village. Nah, to heck with it. How often do you get to come to the city? Let's not get hung up over the prices. Dia, are you sure you want to buy this for me? Oh, this is a heavier material than I expected. Thank you. Don't worry about it. It's just nice to go clothes shopping together. This new shipment of items, they're also Don't you think my craftsmanship deserves a higher price? Yeah. I want to buy more. If you press a leaf between dry sheets of paper... You two must have a lot of free time if you came looking for me. I see. 20 years ago. Tsuite kite. First, Leila 選手が冠を手に入れたようだ。だが、ゴールにたどり着くのは容易じゃない。もついたみたいですね。バルザン選手の機械装置壊れちゃったみたい。試合は白熱してきたな。おや、川辺選手は遅れてやってきたようだ。部選手の工具箱です。冠を川辺選手のもとに。あれ、そうだ、そのまま冠を置け。君の欲するすべてが手に入る。誰だ、頭の中で喋るな。君なら私を失望させまい。わけがわからないぞ。妙だな。この結論は君を苦しめるだろうか、それとも多くの民が君を麻痺させるだろうか。君の答えが楽しみだ。私のやってきた研究は全てああ。ほう、もういいだろう。僕の人生はすでに最悪なんだ。これ以上ひどくなってたまるか。あなたのお金は受け取らない。苦難を強いられる人々をたくさん見てきたと言ったな。あなたの授業で彼らを助けてやってくれ。これで終わったのか。カベ、大丈夫？体調はどう？僕は大丈夫だ。 ありがとうティナリー、心配はいらない。無理しないで。カーベさん。冠はカーベ選手によって叩き壊されたが、その前に彼は試合目標を達成した。ルールにのっとれば彼が第3ラウンドの勝者であり、合計得点から見ても今回の学院トーナメントのチャンピオンだ。学院トーナメントのチャンピオンとして、およびサーチェン直々に推挙された継承者として、カーベ選手はサーチェンの全ての財産を継承する権利を有する。それではもう一度聞こう。本当にサーチェンの財産を全て寄付するのか。さっきも言っただろう。この世界が良くないと言うなら、彼の残した授業でそれを変えればいいじゃないか。単に否定するだけでは何の結果も出せない。僕は彼とは違うんだ。分かった。書記官としてこの件を資料に記録しよう。これから財産の具体的な使途については大会が終わった後に賢者から連絡が行くだろう。ああ、僕もあの人の研究が正しかったかどうかわからないし、どうすればあれを完成できるかなんてなおさらわからない。ただ分かってるのは、全てをここで止めれば参加者は誰も苦しんだりしないってことだけだ。今回が最後のトーナメントってわけじゃない。これからも誰かがこのトーナメントに参加する。未来の学者たちだって引き続きこのために研鑽を積むだろう。でもサーチェンの話は人々を苦しませるものだ。だからここまでにするんだ。これ以上広げちゃいけない。僕たちが皆学者である以上、彼の観点をむやみに否定するのもまた傲慢な独断だが、大丈夫。この責任は僕が背負えばいい。僕にとってこれでよかったんだ。僕にもこれしかできることはなかった。うん、よく言った。君は大半の人々が欲しても実行する勇気のない正義と理想を述べたんだ。俺から見れば滑稽であることに変わりはないが、君は自身の問題に気づいている。ただプライドがそれを認めることを許さないだけだ。でも君のその見解は受賞の舞台で発表されるに値する。今大会の開催委員会を代表して君の優勝を祝福しよう。おめでとう、河辺選手。はあ、勘違いするなよ。誠意のない賞賛なんかいらない。それに今ここは弁論の場じゃない。僕の見解じゃなくて試合の評論に集中してくれ。河辺さん、おめでとうございます。受賞式に出る準備をしておいてくださいね。受賞式はメイン会場でやるらしいぞ。戻って見に行こうぜ。よっ。会食の時どこへ行ってたんだ？君に報告する義務はないと思うが。まさかまたどこかで本でも読んでたのか？君もいい加減生き方を変えるべきだと思うぞ。本を読むだけじゃ人は生きていけない。そうか。君のおごりで生きていく方がよほど難しいと思うぞ。君ってやつは想像に固くないぞ。どうせサーチェンのことを調べに行ってきたんだろ。あのメモを見ればわかるさ。でも意外だな。君がサーチェンの研究に興味を持つとは思わなかった。あいつのやり方は本当に気に食わない。君は確かに君の観点も嫌いだ。でも君はサーチェンとは異なるタイプの人間だし、その観点において重なってる部分はないはずだ。利己主義と虚無は違うからな。興味なんてものは置いておくとして、サーチェンは一人の力でこれだけの規模の実験結果を残した。そこに全く意味がないわけではない。それと褒めてくれてありがとう。ただ俺は院へ行く途中というだけで、君のそういう話を聞きたかったわけじゃないんだ。おい、学者にとって理念を討論するよりも尊い話題ってなんだ？俺の知る限り、君の言う気に食わないサーチェンは20年前に君の父親と会っていた可能性が高い。なんだって、まさか。いや、そういうことか。だからサーチェンは僕を見て懐かしさを覚えたのか。父さんが砂漠へ行ったのはあいつの影響を受けたからだったのか。おそらくそうだろう。冠を壊してよかったよ。これからはこんなことももうないはずだ。知識の境界線は遠く外へと伸びている。将来必ず同じことを研究する人間が現れるだろう。陰論派にとってそれは合理的な研究方針だ。また君の講義が始まったのか。たとえ本当に君の言う通り人間が知識の罠に落ちやすいとしても、必ずしもあんな風になるとは限らないだろう。それに一部の個体と全体の行動は必ずしも一致するものではないんだということも君は認めなければならない。サーチェンは極めて特別なケースだったんだ。彼を止めた君もまたそうだろう。この種の争い自体は特別なものだが、今の時代に限ったことじゃない。君も言ったじゃないか、一部の個体だと。誰もが君のような選択をするわけじゃないとちゃんと分かっている。それでも僕は自分の論点を諦めない。僕を説得しようとするな。構わない。俺たちは長いことこうした言い争いをしてきた。今更分かってもらえるとは期待していないさ。正しいか間違いか、それはもう話の核心じゃなくなっているからな。教えてくれてありがとう。何？教えてくれてありがとうって言ったんだ。おい、聞こえてないふりをするな。わざとやってるだろ。感謝がしたいなら普段の3倍は誠意を見せろ。さあもう1回だ。